21st century skills like man。 はい、始まりました。シーズン放送イエーイ。はい、クラブ S グランド主任、成瀬亮太です。お願いします。あざっ、新人の、クラブシガー、夏見ています。よろしくお願いします。あざっ、クラブシャンティ支配人、ゆぶきです。お願いします。あざっ。はい、クラブエストは、元リーダーの笠谷聡太です。お願いします。来ます。はい、クラブシンフォニアリーダー、夏木純です。お願いします。あざっ。改めまして、シャッフル代表の岡凛です。お願いします。ちょっとやっぱりみんな気になるとこっていうのは、この夏美くん。そうですね。自分のまあやっぱ売り上げというか、なぜここにいるのかね。ちょっとグループナンバーワンを夏美くんが取ったということで、これすごいことなんですよ。なんかぶっちぎりナンバーワンみたいな。普通に負けた。あれどうだったの、やっぱちょっとこう自分の中で、ああ俺無双しとるなみたいな。ちょうど歯車があった感じ。はい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 。ここに向けてフルスロットルで入れてくれたので。そんなことないですよね。楽しくてしょうがないよ。はい、ということで、やっぱりホストといえばお題になってなんぼですよね。夏美くんにもバシッと取ってもらって、じゃあこれで本当にあった怖い話。あら、なるほど。怖い話あり、まあいろんなネタ怖い経験してると思うんですが、心霊系ですよね。心霊系、そうですね。僕のいとこの話になるんですけど、男友達4人で、廃墟の心霊スポットに行こうという話になって、ブーンとドライブさせていて、でまあそこの廃墟の、まあ、ラブホーなんですけども、そこが心霊スポットになってて、でチラッと見たらそのホテルの2階に女が見えたらしいんですよ、うん、でそのいとこが「おお、女がおるで」うん、そしたら、まあその残りの3人は、いや、いないだろ、まあ、いなかったらしいんですよ。でも、そのいとこには見えてると。で、ちらっと見たら、いとこが、誰もいなかったらしいんですよ。おお、女フランクだったで、うん、って聞いた瞬間、ルーズのところがドーンって落ちて、おお、うわ、怖い怖いって思って、もうすぐ帰ったんですけど、ちょうどその帰った日が、まあ、いとこだったんで、まあ、家でご飯とかよく食べるじゃないですか。その時、僕、小学2年生だったかな。で、一緒にご飯を食べてて、まあ、そういう話があったんだよねっていう話を直に聞いてて、そしたらそのいとこがですね、裏口を指さして、やばい、来たって言うんですよ。で、家族も、いや、いないから、まあ、見えないんで、それ信じないじゃないですか。うん、いや、俺、って言うんですよ。いやいや、ってなった時に、泡吹いて倒れたんですよ。これはやばいと思って、まあ、すぐ霊媒師で頼まないといけないっていうことになって、で、とりあえず電話してみたら、まあ、それ夜中っていうこともあって、なんか四国の総本山っていうところに電話したらしいんですけども、お父さんがお母さんで、まあ、四国まで運転してそのまま行ったらしいんですよ。その総本山登ってる途中に、まあ、ずっと後ろで寝てたらしいんですけども、急に後ろで痛いって、これはやばい、でももう少しなんですよ。でもそこは行くしかないっていうことで行ってお祓いをして、まあ、何ともなかったっていう話ではあるんですけども、もう一生懸命で時オチはないんですけども、いやいやいや、もう十分ですよ。僕の同級生の友達が経験した怖い話なんですけど、進学して、で町で一人暮らししようってなってアパートを借りたらしいんですよね。でそのアパートってめちゃくちゃ壁が薄くらし薄いらしくて、まあ隣の音が聞こえてもまあどっちでもいいやって、壁が薄いからって、でそう思ってたんですけど、ある日突然なんかドンってすごい音が聞こえるらしいんですよ。すごい続けて心配になってベランダとか玄関見てみても、あ、これ隣の人だ、いきなりすごいまだ激しくなってダダダダンみたいな、すごい音で、なんだろう、心配からなんだろう、今日イラ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 、あーなるほど、いいに行ってやろうで玄関から、すいませんっつって、うるさいんですけど、でもじゃあ一回戻ってまた呼んだらしいんですよね。でまたドンっつってずっと言ってて、でまたいいに行ったらしいんですよ。ほんまにイライラするんでやめてくださいって言ったら、その奥から奥の方からウェルカムボタダンって言ったらしいんですよ。きつ以上です。最後の発言中。僕が体験したというよりか、まあ、先輩が体験したやつでもいいですか。やっぱりこう心霊スポットをね巡るみたいな、うん、あるじゃないですか、女の子とこう四次元坂のマリア像だったかな。あるある、お前もね有名なとこが懐かしいね、 あるじゃないですか。まあそのマリア像のところにまあ行きまして、まあ怖いね怖いね言いながらね、先輩がまあ行ったらしいんですよ。
まあその行って、怖かったなーって帰ろうっつって、まあそのテンション、まあ和気あいあいとね、怖い怖い言いながら、まあ帰ってたら、まあ四次元坂っていうぐらいなんで、坂なんですよ、ずーっと。ね、急に車のね、ブレーキが、もうかなり全然効かんくなって、これはあかんよ、俺も大事故するから、横のガードレールにもとりあえず擦りつけるしかないっていうことで、先輩がもうグッとでガリガリガリ止めて、でなんか僕はもう何をしようやとみんななるじゃないですか、どういうことやと。で、まあ、全員ちょっと何もなかったのはなかったんですけど、携帯のライト照らして、パッとこう車をね、照らしたらもう車中に無数の手形があって、うわこれはもうマジの心霊現象や言うて、後日全員で お祓いに行ったっていう話をね聞いたっていうぐらいですかね、僕の中では。やばいな、次のやっぱりお題に行きたいなと思うんですが、何が出るかちょっと分かんないですけど、はい、フリートーク。フリートーク、そのこうグループナンバーワン取った時のこの感想というか、どんな気分。そうですね、まあ、正直全然実感も湧いてなくて、うん、はいはいはい、今もまだ湧いてないんですよ。ああそうなんや。でも道歩いてたり、はいはい、岡山駅にいたりすると、ああ夏海くんだよねっていうふうに声をすごいありがたい言われるんや、声をかけていただけるようになって、あなんかちょっと有名になったなとは思うんですけども、まあ、グループでナンバーワン取ったまだ感触がいまいちないので、うん、まあ、これからまあこれからやね、確かに、ね、うん、またどんどん取っていきたいなと思います。いやちょっとストローは最近ちょっと新体制というか、はい、アズールがねちょっと移籍したりとか、ね、とかいう感じで、こうちょっと空気的にはどうなんですか。もうすごいよくはなってきてるのかなとは。でも全然違う、アズー来たことによって、まあ、だいぶの雰囲気はやっぱりあなちょっとピリッとするとこもあるし、うん、なんかやっぱ新鮮なところやっぱあるんで、まあいい刺激よね。そうですね、うん、意外といいやつ。おー、いい感じ、今新体制ストローはいい感じになってきてるということで、ね、いい感じですね、はい、どうですかシンフォニアのなんかこの空気感というか、空気感、はい、まあ、やっとこう小瀬くんになってからどれぐらいか、半年ぐらい経ったか、もっともう経ちましたね、それ以上ちょっとこう、はい、いい感じで安定してくるあの時やと思うんやけど、はい、どうですかこうシンフォニアのやりやすさだったりとか魅力だったりとか。めちゃくちゃ仲いいですね。仲いいんだ。勝てないですよね、代表には。やっぱすごいんだ。すごいよな、すごいよな、すごすぎて、うまいよな、お前、はい、その小瀬くんの魅力って何なの。魅力というかなんかすごいなと思う部分って、そう、ジン君から見ていつまでたってもなんか童心みたいな感じですか、子供。ああなるほど、あ忘れてないんだ。ああはい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 、個性をくすぐられる。はあ、それ強いよね。そう、強いわそれは。何でもできそうやしね、うん、だってもう聞いた話、元ジャニーズで元プロ野球選手で元プロサッカー選手でもう何いろいろ聞いてたらな彼曰く全部すごい本当らしいんですよね横浜でホームレスもしてたらしい経歴がすごいな。いろんな経験が多分今ね、いろんな引き出しにつながってるっていう感じなのかな、はいはいはい、シャンティとかもやっぱラーソーとか入って、まあ、まあちょっと強力なね、そう、スタッフが入ったことによってやっぱこう空気感とか、いやラーソー入ってだいぶ変わりましたね、うん、やっぱりもうやっぱ新規も取られへん、あのね、むちゃくちゃ来るんですよ目当てに来るの、あ、すごいね、それでもまあ、ラーソンだけが取るわけでもないですよ、これが。なるほど、平等に取れてる感じが。あなたの新人なのレイラってこれめっちゃ顔かっこいい会計名なんですよ、めっちゃかっこいい。これが、まさにラーソンと張るんですよ今で言うと、ワンチャンラーソンよりも新規取っとるじゃないかっていうのがいるんですよ。でもイケメンレイジでも気になっちゃうよね。めちゃくちゃかっこいいですよ、めちゃくちゃわかる、俺もすごいイケメンが気になる。ほんまにもう、イブキレベルのかっこよさ。いや、僕なんかも全然かっこいいぐらいです、本当に。S グランド、 S グランド、まあ、特に何か変わったとかないのか。そうそう、あ、違うわ、ロキ君入ったもんね。そうそう、あ、そうだ、全然変わってるわ。もう電撃ニュートンだ。そうよね、これちょっとどうなんですか、ロキ君が入ったことによって。やっぱり俺の中では結構謎な人やん。はいはいはい、で、なんかちょっと言ったら壁があるかなと思っとったら、なんか割となんかすごい気さくというか、6月野球大会があるってことで、あの野球大会の練習をしに営業終わりみんなでバッティングセンターに行こう、その日に急に決まって、でグループラインで今日行く人って聞いとって、まあロキ君こんなやろうなと思ったら、いきなり3人目ぐらいでロキ君が行きますみたいな来るんじゃと思って。あの人スポーツ大好きなんですよ。ああ見えてね、全然関係ないけどめちゃくちゃ卓球うまかったよ全然関係ない。はい、
まあ、4月もね、あ、4月の、ホスト局このぐらいになりましたけど、まあ、5月ともね、もちろんこのメンバーでお会いできたらいいんじゃないかなと思います。終わりー